防衛用コード GPS 受信機。座標は、アイオワ州シーダーラピッツのロックウェルコリンズ本部。アン、PSN-13 防衛コード GPS 受信機ともは、アメリカ国防総省及び選ばれた、外国軍によって使用される携帯 GPS 受信機である。軍事規格に適合し、二つの周波数を使用し、暗号化された。 p コードを解読するために必要なセキュリティハードウェアを有している。ドッカーはロックウェル・コリンズによって設計され、2004年3月に生産に入り、2005年9月には4万個のドッカーが納入された。2006年末、ディフェンス・インダストリー・レイリーによってアメリカ合衆国と様々な同盟国が3億ドル程度のドッカー契約を交わし、 12万5000個程度を発注したと見積もられた。ドッカーは1994年から市場に出た PLGER を代替している。ドッカーの内部の通信セキュリティ機器の保全のため、アメリカ国家安全保障局に認可されていない個人や組織の装置の購入や所持は禁止されている。装置が不要になるか、使用不可になると使用者は装置を NSA 認可の売人に返すことになっており、そこで装置は破壊される。ロックウェルコリンズは、ポラリスガイドと呼ばれる GPS 受信機も販売している。これは、ドッカーに似ているが、民間用の C、A コードを用いる。ポラリスガイドは、標準即位サービスとして、民間のユーザーによって使用されることがある。ありがとうございます。